キッキからジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、今回なんですけれども、神奈川県にある六角橋に、ありますですね、コーヒー文明さんにお邪魔しております。ここはですね、岐阜からカレーパンがあるということで、有名なんですけれども、コーヒー屋なのに、カレーパンとか地獄のカレーパンに挑戦していきたいと思います。まあね、せっかくコーヒーなんでね、コーヒーとカレーパンをおつまみに、行っていきたいと思いますね。行った人の感想をちょっと今からの、ね、見ていきたいと思うんですけれども、今日はなぜか午後休になってたのでコーヒー文明に来ました。岐阜からカレーパンで死にかけたお店です。今日は普通のカレーパンとアイスコーヒーをいただきました。こちらのカレーパンは程よい辛さであり、カレーを塗って食べると普通のカレーパンと違った感覚で食べきれましたとか、おしゃれなカフェ来た、激辛カレーパン食べて涙ちょちょ切れでしたと。これ常連さんですかね、コーヒー文明はコーヒーが超上質なのになぜ激辛カレーパンを出してるのか謎ですと。まあ、確かに私もこう気になるところですけども、まあいろいろなレビューが出ておりますけども、まあ珍しいですかね。今日はこの激辛カレーパンの謎に迫っていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。
それでは辛さレベルの発表していきましょう。コーヒー文明さんの地獄のカレーの辛さレベル、9。量は少なかったですけども、辛さのパンチ力がものすごくありました。このカレーパンを、5個食えって言われたらちょっと難しいかもしれないですが、それぐらいの辛さでした。非常に辛かった。もう今でもこの口の中がコーヒーを飲んでもね、しびれの刺激が残るような、そんな一品でございます。さあ、辛かった。そしてこうやってまた日が落ちる。綺麗な星空だ。上質なコーヒーが、味わえるので、ぜひ、皆さんカレーパンのコーヒーを堪能しに見てはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。これ以上食べ進めることは僕にはできない。ギブです。